だぞ。ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。おい、なんでわかるんだ。アーカー社の中にあんたらの情報が入ってん。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で、教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利な。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でより住む。これがティナリの言ってた。二人は運がいいぜ。今まで教練員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。もう、葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて、神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それをきっと。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。神の知恵の声を聞けますように。うわぁ、一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんて、すっごく便利だな。そう、これがアーカー社の知。さあ、スメールシティへようこそ。創神様の知恵があんたたちと共にありますように。よし、早速アーカー社にクラクサナリデビの情報を聞いてみようぜ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナス。次は創神様に。ああ、頭が疲れた。うんうん、お前は頭の切れるやつだもんな。で、setiap orang ada database otomatis adalah sinkron dong. Oh my, mau onnaji kan? Jadi harusnya atasannya ada server. Namida ga desou da. Dou yara.スメールに着いた。いろいろ試したけど、クラクサナリデビに会える方法は見つからなかったな。そいつはスメール人で教令員で働いてるみたいだし、ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。こんにちは、ロハウェイって。そうですが、何。実は何？いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、あ、どれどれ。はあ、びっくりした。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。クラクサナリデビに会いたいんだけど。創神様に？ああ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。明石。すまない。明石はこ。え、お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから。
言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたこと。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り、宗神様はいつも老去なさっている。じゃあどうすればいいんだ。まあ落ち着いてくれ、これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのも。それにクラクサナリデル様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識やどうしてもできないことというのはこの、例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら、なるほどな。遠慮するな。他のこと、例えば教練員で今年昇進する学者のリストやこれも、はあ、まさかとは思ってたけど、これからどうする？他の人に聞くって言っても、え、誰だ？あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には。次の仕事は？深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど。はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。スメールさん、申し訳ありません。アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。そっか、やっぱり同じ結果だな。お二人ともそう焦らないでく。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく。30人団？聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま。30人団の顧問アスファンドさんはうちと浅からぬ関係にあります。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼、どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあメグザー町に行こうぜ。メグザーは、ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。こんにちは、アスファンド。オイラたちちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。でキャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわ確かにエルマイト旅団の皆は情報つ。待てよ、しょうがないのさ。だってうちの旅団の俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で行く。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。え、なんでそういう教練員を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、
その信仰対象は今でもマハールッカ・デヴァータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカーシャを残したのはマハールッカ・デヴァータの方で、そして民衆も教令院の影響で自然とマハールッカ・デヴァータをより、それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教令院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在し、そうなのか、なんだかクラクサ・ナリデビがかわいそうだなどうかな、すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性。アスファンド、教えてくれてありがとうな気にするな。はあ、みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを。ねえ、もしかしてクラクサ・ナリデビ様に興味があるの？お前は、あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサ・ナリデビ様に関する情報を聞き回って、あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はドニアザード、実は私クラクサ・ナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてた。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々彼は恐怖に怯えながら宗神様に助けを求めようとした。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに宗神様の彼は、あ、神はきっと私を見捨てたんだで絶望して深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで、そしてついに男は最悪に見舞われたけれど、予想外なことに旅で見てきた。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは神を探すものよ。理解できたか？あなたは、我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちは。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜどうやらこの物語も宗神様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサ・ナリデビの崇拝者なら。もちろん。そういえば、して、あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。おい、待てよ、どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに。ダメだぞ、せっかくクラクサ・ナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色、手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっち？見たぞ、そっちに行った。さあ、おい。あいつらの注意をそらせたぞ、早くドニアザードを探そうぜ。よっ、ドニアザード、ここだったんだな。もう遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね、びっくりした。安心しろ、
お前を。え、そうなの？あ、やっぱり。おえ、他にも追って。待って。私、うん、それがいいかも。港に酒場があるから、そっちへ行きましょう。よし、じゃあ、お前。見つけられないでしょ。待って、やめて。ディシュ、もうディシュ。お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたち。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。で、待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから。もし、もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありません。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様の。いくら？何です？あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍、3倍。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くから。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。だってあの方は私を救ってくれたのよ。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言。断言できる。わかりました。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたに。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動して。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと。大丈夫よ、お嬢様。もうご無理なさらない。二人も心配させてごめんなさい。おう、お前が元気になったらクラクサナリデビの話をもっと聞き。よう、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。風魔池のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。
ボディーガードは面白く慣れればそんなに悪くないよ。だな、メニューを見せてくれ。あいよ。ん？こちらの方はひょっとして風魔池のお嬢さん？え？マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。え、しばらく、高級料理も食べたいけど、オイラたちの財布も豊かじゃない。だったらデーツナンはいかが。うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。オイラはやだぞ。なんだよ、オイラにだって個人的な趣味嗜好があるんだぞ。ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど。パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私も、ええ、子供の頃の話よ。私は病気、パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて。ドニアザード、怖がらないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのこと。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私、どこにも行けないから。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは、それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。病気になってからはとても辛かったけど、その声は、窓の外には、賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は、緑豊かな雨林が広がっていることとか。その後、ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様、でも、私は知ってる。あの声は、決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって、私はその前に一度だって、テイワットなんて言葉、絶対そうよ。その声がなければ、私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、その声のおかげで、私は知恵に触れることができたの。その恩返しをずっとしたいと思ってて。実は、今日逃げ出したのも、あの方の過信短日を準備した。過信短日？過信短日は、クラクサナリデビ様の誕生日で、実は、これはかなり古いお祭りで、最初は、マハールカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そして、聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、でも、教練員の影響で、スメールには、マハールカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか、彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本当に。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。
あの、周りに他のお客さんもいるから、あまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも家臣誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから。でも最近そこに住む人と友達だから、このお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて。待ってください、お嬢様、その友達って。ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か。ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったからに、実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離…ええ、それは大変だ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳…ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人。
ここであんたを潰す。に捕まっちゃったの？確かにそんな状況にもなったけど、今はもう平気よ。そう言い切ることはできた。ところでそっちのお二人は？こちらは旅人にパイモ。知り合ったばかりの友達なの。彼らはつい最近スメールシティに来た。つまりあなたたちはクラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと？それは素敵だね。この度、私たちが用意する家臣探査を絶対お見逃しなく。そうだ、ドニアザード、私たち、もうグランドバザールを飾り始めたんだよ。そう、かしこまらないで。私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら。でも、心配はいらないよ。次の仕事は。わあ、立派な部下。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。教練員には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて。シアターからの依頼だからじゃねえか。教練員の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせる場。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。家臣探実には今よりもっと綺麗な舞台。あなたが舞台に立つのはすっ、これは私たちの夢だよ。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探査。ドニアザード、彼らにこのお祭りの由来は話した？マハール・カデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげ。伝説によるとこの日を家臣探実って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハールッカ・デバータ様のお誕生日宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って家臣様が踊ると、彼女に踏まれた芝生の鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは、ああ、時間がこのまま止まれ、うん。神様たちの話をすると、魔人戦争のことを思い出してしまう。確かに、神様たちはみんないなくなってしまったけど、私たちは、ちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられる。ニーローなら、きっと私たちの祝福を、クラクサナリデビ様に届けられるわ。
パキサラは家臣様を象徴する花だからね。そうね。マハールッカデバータ様が家臣様を記念して作られたパキサラも、結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像すると、なんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣誕祭に興味があるの？クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここ。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。祭りが好きで何が悪いんだよ。それにこれはお誕生日会だろ。それじゃ一緒に家臣誕祭に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうか。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。ほっほっほ、家臣誕祭の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はマハールッカデバータ様のためのものなのに、ばあちゃんはこう答えた。マハールッカデバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様が、ここ数年は家臣誕祭の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんが、はあ、お兄さんの髪は金色だし着ている服も私たちのと違うね。知ってる？ここではもうすぐ家臣誕祭が開かれるんだよ。家臣誕祭には面白いものがいっぱいで。今年の家臣誕祭が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣誕生のお祭り料理もあるからな。それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣誕祭もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってる。ここで売ってるフェイスパウダーも全部ニーロ、その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が家臣誕祭のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここニーローが縫ったの？シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。そうだ、この冠つけてみない？いいな。もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしい。おい、見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか？わぁ、カタリン bisa jalan。 そういえば、キャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気確かに、カウンターに立つのに複雑な機能は必要。いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは
まるで一作のフォンテーヌ映画。あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ。確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えはなんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、今朝好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭り、あら、そろそろ戻らなく、また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。お、今日のキャサリン、確かにいつもと違うみたいだな。旅人、パイモン。どうしたんだ。お嬢様はあんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。本当？でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる隠し。お嬢様は少し疲れて。うん。レグザー町でリシアを待とうぜ。少量の購入歓迎しますよ。よっ、よっ、ついていきます。遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を。でもありがとな、お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。リシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、どちゃ、私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。メラピピ、ヒヒ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。おじい、これはこれはディシアじゃないか。へえ、あんたら知り合いだったんだな。あう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコ社の兄さんはいないか。兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか。あいつは教霊院に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。まあ君がそう言うのなら、この件を二人に教えてもいい。ありがとな。一体どんなことなんだ。実は以前教霊院はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してる。うん、それはいささか独断的だな。簡潔に言うと、先日教霊院が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず。オルモスコーは知ってるか。スメールで一番大きな証拠なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば、教霊院もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。興味があるならオルモス校で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか。興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに
最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。キングデシェレトのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて。そうだな。砂漠のキングデシェレトは何千年も前に亡くなってるのに、今みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってても自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、デシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし。お嬢様は過信短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前、ああ、過信短日にまた会おう。成立だな、毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の湯。賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな商工だ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか。だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから。次の仕事は。いらっしゃい、何をお探しですか。店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス港には学生もちろん、それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、ここは景色もいいですし雰囲気も教令院より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教令員の学生がいるでしょ。あの人たち数字、やっぱり私たちのように商売をする方がいい。何か話してるみたいだ。はあ、ダメだ、役に立つ情報は。ここ最近オルモス港じゃいくつかのエルマイト旅団が、特にキングデシェレトやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。アフマルの目だ。実は今日ある情報が手に入った。何？君たち知らないのか。オルモス港にはあの物の取引をしているエルマイト旅団も結構。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。あの旅団の人たちはよくジャファータバーに現れるようだ。待て、50万だって。情報だけで50万もかかるなら物は高くて。かそうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよ。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。どうするんだ。え、でも情報は50
50万モラもするって言って。よっ、次の仕事は。お二方、いらっしゃいませ。どうぞお座りください。奴らごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがキングデシェレト様の力を取り戻したら、もちろん奴らを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。カラカル団の奴らなんざみんな金目当ての連中だろ。これで。ああ、ボスは本当に信仰深い。なんだかキングデシェレトのこと。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先キングデシェレト様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員にバッ。オイラもちょっと気になるな。ああ、何者だ、旅人。おい待てよ、そんなこと言っちゃダメだろ。さっきあの学生たちも言ってたじゃないか。学生？教練員の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。はあ、どういうつもりだ。わ、悪い。こいつは間違って出しただけなんだ。おい、危ない真似するなよ。モラは惜しいけど、今は渡すことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら行って選べよ。いいだろう、その太っ腹に免じて。お前たちもわかるはずだろ、当時キングデシェレト様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷。キングデシェレト様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だがそれって、そう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがキングデシェレト様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、固く。それにあいつは教練員の奴らと一緒に当時の真相を隠して、寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。でもキングデシレト様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り。お前らもビビってんなら今すぐキングデシェレト様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教練員の奴らに話すことはねえ。話はここまで。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって。またてめえか、この教練員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるために。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがって。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。何度も言ったはずだが。うちのボスも言ったはずだが。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教練員。武力対談が君たちの答えなら
いいだろう。俺は受けて立つ。だが、もし対話の道が見つからないのなら、俺がこれから君たちエルマイト旅団は面目を失う。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。なんだと？よく考えてみるといい。兄貴、この気狂いが。わかった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時、バロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼らの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事、君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ？エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。ちょっと待て。お前はアルハイゼンっていうのか？どうかしたか？いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。それでは。ちょっと待てよ。お前に聞きたいことがある。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。君たちは何者だ？学生？あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。こいつはとってもすごいんだぞ。神の目も持っていないのにか？やめた。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあの、アフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だとお前と会う日にはきっと。いいだろう、わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだ。約束の時間に桟橋で落ち合おう。あの商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか？まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで物は多分教練員と関係があって、エルマイト旅団のやつ。君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を。これが君たちが探しているもの。よく見えなかった。これは缶詰知識という。簡単に言えば、これは単なる器で、これを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐあっそう。誰でも複雑な規則があり、それぞれなんだか。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながら、これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後は、しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この100年、教令院から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教令院の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。
君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問まだ諦めないんだな。さあ、さっきの話の続きをしよう。教令員のなくした缶詰知識に関する情報をある人のところに行ってほしい。ドリー？ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないと。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが、だが、俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ドリーのお客になって、彼女の信頼を得てほしい。なんでオイラたちをそいつに会わせるんだ？ことがなるまで、君たちに引き続きし、わかったよ。君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。暗号以外に彼女から特殊な要求がある。うわぁ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が、資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番だけど、缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう？うん、確かに君たちは結構意外だな。また君のことを見直した。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？うーん、オイラから見ると元素資格を使って、噂によれば一つの見分け方らしい。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強っ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもか、まあ、あくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそう。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラも、マハマ教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を、あいつらは勘が鋭いから目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくなら、わかった。交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ対象やと。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってる奴は、旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。こんにちは。どんなものをお探しで？ちょっと待ってよ。お前間違ったよな。紙にはそんなこと書いてなかったぞ。お客さんは独特な好みだな。紙に書いてあるのと同じだな。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くない。はいよ。お二方、こちらへどうぞ。
お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。待てよ、スメールローズは普通の商品って意味だったよな。見間違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは陶霊家の方だぞ。おっと、こりゃ失礼、間違いでしたな。びっくりしたぞ、抜き打ちまであるのかよ。お二人とも、倉庫はこの先ですぜ、ついてきてください。お二方、物を取りに今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。へへ、ありがとうございます。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べ、ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で。あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげ、お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、ま、なに、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だって。アルハイズ、まあな、オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後を行こうぜ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なの？ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう、ええ、お疲れお疲れですわ。さが、おい、なんだって、お前がドリーなのか。てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。あれあれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあんまり嬉しくないけど。モラを持っていても 2,3 歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。
そうだから、あなたたちみたいなお客様を歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当に、あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高い。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下にこもり。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。1, 2, 3. Nah, persona ada 3. たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳、いや千歳一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識をって。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。もうちょっともら、それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識があれば、人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中からひっ。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するも、なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ？スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え？これ見ろよ。片手剣の先頭、前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしよう。マスター、
オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。ベリーとの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアル。モラモラ、キラキラとしたモラら。あら、お二人とも何か必要なものがあればいつで。これで教練員がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。そもそもウィカラ大将宿は教練員の管理下にある。教練員の者がここで働いているのも当たり前のことだ。俺がオルモス校に来たのも表向きにはここの公務を処理するためだ。Are you done?そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がない。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って、そしたら教練員がなくしたあるものが神と関係してるかも。それなら君たちの、この間教練員は砂漠である缶詰知識をなくした。なく、おお、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか。どこにあるんだ。それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは言った。もちろんオルモス校のエルマイト旅団もそれを狙っている。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく、す、彼らは神の缶詰知識にキング・デシレトの力があると信じている。キング・デシレトを世に蘇らせるためにそれを手に入れたいようだ。あいつらがお前と協力してくれないから。この、そうだ、アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる件だから、俺は彼らの商売を邪魔しつつ、神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、各旅団は品物の安全を守るため、また
もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで状況は好転した。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは、神の缶詰知識の行方を探すためか。うん、そう思ってくれていい。君たちにとっても明後日もう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の言う、俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬で、それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも、君たちは缶詰知識を使ってみたいのだが、教練員の人々の前でそんなことを。召喚結晶、salah kah? やるか。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。
穏やかな雰囲気とても好きです。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。穏やかな雰囲気とても好きです。
芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。Pause dulu.